前回のロックオブエイジス2は第1戦目メデューサとの対決にシンボールを採用したワイワイ、これが功を奏し難なく一発でクリアすることに成功。迎えた第2戦目マグマのマップに苦戦を強いられるも見事逆転し、これも一発でクリアが、動画の最後次回予告が真っ暗なのであった。さあやってまいりました、皆様ついにロックオブエイジス2最終回となってまいりました。前回のコメントで本当にもう素早いコメントの中でね、次回が最終回というのは寂しいなんていう優しいコメントもいただきましたけれどもですね、まあちょっと気になる方はですね、次回予告を見ていただければと思っております。まああまり深くは触れないでおきましょう。ただ今回はですね、前回の続きの収録ということにはなっておりますが、日は変わっております。なのでちょっと寝ぼけたスタートにはなってしまいますが、前回ボスを倒せませんでしたね。別に被せるつもりはなかったんですけれども、また天道みたいな感じでボス倒せなかった、その続きになりますけれども、実はそれだけじゃないんです。クリアしてなかったコースもある、そしてボスもいた、それを倒してもなおもう1ステージ実はございました。皆様にもぜひ見ていただきたいと思いますのでですね、前回の続きから見ていただこうと思います。それでは最終回どうぞ。おい、じゃんけんするぞお前、おらじゃんけん、グー、よっしゃ、おら、おんのかちゃん、おらおんのかちゃん、うーいえ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 5回目。おら、何やこれ。ものすごくいっぱいいるわ、のやつ。やって、8回目。ん？何やあれ。何してんねんお前。おら、ふざけやがってお前。もうほんと。足いて、足いてもうた、足いてもうた。何やねんこれ、おい。何やねんこれ。はい、ということで。いや、おかしいおかしい、そのなんかクワガタみたいな形せんでええから、右のやつ。ヘラクレスやっけ、ヘラクロス。ちょっと寝ちゃいましたけれども、私ね、なんかすごい楽しい音楽になってるね。多分これで最後のステージになります。最終回ということで何ステージか挟むと思うんですけれども、これですね、グレートボールオブファイアドゥアディショナルダメージということで、なんか火のダメージを与えるってことなんでしょうか、それともまあ火のダメージを食らわないということなんでしょうか。まあ使ってみましょう。ここはほんでね、スジャータちゃうわ、メデューサのところになんか近い感じするよね。なんかそんな風に見えますけどね。あの真ん中の女の人は何なんでしょうね。すごいおしとやかな女の人に見えませんか。お茶屋さんとかそんなんなのかな。まあいつも通りのやつでいきますか、こういう感じで。あ、これや、これダヴィンチタンク、ダヴィンチタンク使おうか。まあ、ボス戦とかでもね、もしかしたら配置するようなボス戦出てくるかもしれないし、まああとは例えば爆弾とか、まああとジャンプかな。うん、よし、これでいきましょう。カットしません、ここはカットしませんよ私は。はい、これでこうやってここでドン、ファイワンスジャタね、えいやー目を切ってない、ひどいもんですね皆さんね。皆さんも気をつけてください、十分に。よっしゃ、これでちょっとマップ全然わからなくて、ただそれでも置くことに成功してっていうわけでね。よし、ここからだ、あれいきますか、ダヴィンチタンクから使っていきますか。使っていきます、使っていきます何が面白いんでしょうね。はい、こうやって置きましょう。じゃあ、はい、こう2つぐらいこうやって置いときましょうか。なんかあの壁ないの、壁ここ、こうやって置かへん、これ こうやって壁置くことによってこう当たる気がするんだけど、無理かな。こっちはこっちでなんか邪魔やな。これこうやってしとこうか。うん、これいいんじゃない。なあ、これいい、これあんまここに壁張ったらね、意味なくなっちゃうかもしれんから。でもここ回避しても、落とされ待つね、落とされ待つよっていうところですね。これもこっちこうしときましょうか。よし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 、ここは置けへんな。 OK、 あ、ここは置けへんのな。 OK ってうまいこと言うたな俺今言ったぞ。うったった、病気ですね今日は、病気です。で、いや、なんで今回こんな3ステージもやるかって言ったら、もう言ってたと思うんですけど、まあ、もう最終回近いというか、まあ、これ最終回になるかもしれないということでね。あ、ちょっと敵見てみますか、敵見てみましょうか。こっちか、
あ、いた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 。あ、ナイスダヴィンチ、ナイスダヴィンチ。あ、ダヴィンチでも潰れちゃいましたね。せっかくやったのにね。あ、もうなくなっちゃったね、お金もね。まあ、じゃあ私も攻めますか。なんやこれ、暑苦しいな。ファイヤーダメージを与えるみたいなやつ、それはないのかな。これはやっぱ俺がファイヤーのダメージを受けないっていうことなんでしょうかね。でここのバンク、多分バンクあるでしょ。ダメージないし、どこがゴールかわからないな。でもこれまあちょっとコース間違えてるかもしれないですね。このボールではこのボールコースじゃないかもね。あーで、ボス戦、あれ怖いなあいつ。なんか俺あの手の顔ほとんどがトム・ハンクスに見えんだけど、俺だけかなあれ。まあでもね、あれは関係ないですけど、ボスをね倒してしまうとここだけ残っちゃうじゃないですか。そうなるでしょ。だってボス倒して、あ、時間いっぱい来た、じゃあもうここで終わりにしますって言ったらもう変になんか残っちゃうでしょ。だからそうやったらまずこっちを終わらしておこうってことですよね。ダメージタンク、ダメージタンク、ダメージタンク、オッケー。あ、でもダメージが強いかな、もしかしたらこのなんていうの、敵に当たる時のダメージが、そんな気はしますね。ただこっちの守備力は決して強くないんで、あんま当たりに行かんでもいいかもしれないね。なんかゾウさんとかさ、こうバーってこっちに向かって当たってくるやつに強いとかかな。それとも俺今なんか火をまとってるようで火をまとってないやん。時間経てば火をまとうとかそんなのあんのかな。まあそこら辺わからないですけど、ここ最後行きましょう。メインストレート、体重を曲げて、よいしょ。強い強い、183ダメージは強いよ。じゃあもうあとは置いていくしかないのかな。敵のここら辺、ここら辺やな。こっからまたイージークリ回していきましょうか。ここやられたんでね、意外と簡単にやられちゃいましたね。はい、2回目の攻撃来ましたね。あ、落ちてきましたね、エネミーね。あのボールはなんか変わったボールなんか、これそんな変わったボールには見えないんですけどね。もしかしたらこれはあれじゃないかもしれないね、特殊なボールじゃないかもしれないけど。お、なんで落ちていったん。あ、ここ火かかったんか。結構火かかってくれますね。これはあんまり強くないかもしれないな、こいつ、このエネミーに関してはね。こっちにね、ちょっと今結構いい感じやなと思ってるの設けてるんで。おーおー、回避していくね。おー、回避していくね。あ、来た。ここちょっとハマったんちゃう。ここちょっとハマり気味ちゃう。あ、ハマり気味や、これ。ほらここでほら、またダビチタンクと爆弾もあって、結構ここいやらしいでしょ。ここ結構いやらしいんですよ。お、いいの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 。あー、でもゾウさんやられたけど、うん、まあまあそんな感じでしょうかね。また飛んでどっか落ちていきましたね。ほら最初だけほらファイヤー、なんていうの、ファイヤーをまとってるやろ。もしかしたらこのままでいった方が、なんでやねん。よーし、最後のとこですよ。2回目の攻撃と、うせやん、だる、うわうわ、やってもうた。これはまずいな、めちゃくちゃまずいんじゃない、これ。なんやこいつのボール、これ見てみんな、四角やねんけどお前向いてないぞお前さ、形が向いてないお前、形なにこれ、めっちゃ硬いとかそういうことなんだこれ、これめじゃあメリットはなんなんこれの、それが全然わからへんけど、全然進みそうにないやん、ほら。え、めっちゃやられてますやん。あ、でも重いとかそういうこと、これ重いのかな、もしかしたらかもしれない。ちょっと俺見たいのもあるけど、いかへんかったら絶対勝てへんから、ちょっとあの石がやられてくれればね嬉しいんですけど、結構割れてると思うからな。私はできるだけ当たらずにクリアしようという感じで行かないといけなくなったんで。もうこれでも敵もね、結構なんでか知らんけど威力を増してきてて、相手の守備が、俺がここ壊さへんからなんか分からんけど難しになってきてるの。こいつだけ倒す、 OK です。おっしゃ、最後のストレート、グ、3回目、よいしょ。264やもんな、あと1回か。まあでも止まることなく行ったからね、まだ良かったけど。よっしゃ。いや、お前ほんまも完全に、だって向いてないんだもんな、お前のその持ってるやつが。おかしいと思うんだけどな。まだこっからだって続くで、こっちのターン。あ、ちょっと待ってよ、これほんまに潰せんじゃん、ちゃう、ほんまに潰せんじゃん。お、いいんちゃう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 。これ回避してきてんじゃろ、地道に。ナイス来てましたい、ナイス来てましたい、ナイス来てましたい、エコー吹き飛ばしたい、超ぴったりちゃう、ぴったりだわこれ。ほら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 、ナイス時間稼ぎ、ナイス時間稼ぎ。まだいるやろ、吹き飛ばしたい。ほらまだ後ろにもいるもん。ありがたいありがたい、これは。あ、潰せるかもしれない、しかも、しかしめちゃくちゃ硬いな。やっぱ硬さは強いって感じであるんでしょうね、こいつの長所なんでしょうね。ナイス吹き飛ばしたい、これ当てるやろ。あと一発ぐらいちゃう、あと一発ぐらいあったらこいつやられるんちゃう。いくよ、ここちゃう、
はい、ドン。もうちょっとか。あと一発、あと一発撃たして、あと一発撃たして。マジかよ、もう。あと一発撃てへんのかよ。これどうだった、どうだった、どんなもん。聞いた聞いたかどうかもわからないな、もう。でもあの四角撃ってくれる限り俺一生負けへん気がする。あれ超ありがたい。これでワイワイも行けばいいんですけど、で意外と敵も攻撃力高めてきてるんで最近。よしよし、やばいやばい、マジか。ちょっと待って、一発目落ちるのまずいぞこれ。ちょっとほんまに守備力があんま良くないんで、ここやろ、吹き飛ばしたいよ、回避していくやろ。よし、いいぞ。何に当たってんのこれ。俺何に当たってダメージ食らってんの。もしかして俺この自分の火にダメージあるとか、それはねえよな。あかん、ちゃば、時間稼がせんの。やめろ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 。ダヴィンチコードがほんでまた強いんやわ。絶対当ててきよんねん、あいつ。うわぁ、やってくれるわこいつ。ちょ、こいつだけ踏んどこう。オッケー、あかん、お前渡らへん、ナイス。お前渡らへん、え、なんでやねん。あかん、これ俺もやられるかもしれん。やばい、おお、危ない。待って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 、あ、俺もやられるかもしれん。え、俺これいける、ほんまに。マジ1かマジかみたいな合ってない。結構接戦やと思うんだけど俺これ。うわ、しくってるじゃん。待って、もうお願いします、もうお願いします、お願いします。よっしゃ、えっ、見ないじゃん。あっ、潰せた、ラッキー。いや、負けたと思った。本当に最後の合図の一撃がギリギリ私を倒せなかったんで、本当に危なかった。やられたと思いましたけどね。いやー、あの、しかしボールが気になったな、四角のやつね。まあ見てみましょうか。はい、ということで、ここもクリアということで、まあ無事クリアというべきなんでしょうか。全てを一応終わらすことに成功したと思います。あの石のボールはちょっと今見られないと思うんですけど、まあコースがもう残ってませんもんで、どうしてですね。いよいよ今回は尺もいっぱいいっぱい詰まってますんで、このボス戦に行きたいと思います。星が15個あればいけるところなんで、最後とは言いにくいかもしれないですが、ここのボス行ってみましょう。The Spirit of the Age has taken physical form。 これ、ね、いつも出てくるけどね。お、何これ、鼻、こいつ鼻高いやろ、鼻高いやろ。ボールが来るやんか。はい、捕まった。はい、アウト。ごめん、何のヒントにもならん、びっくりしたなかなりシュールだなお前、なんか泣き方が。なんかその、別に顔はいいわ、なんか体がリアルだわ。何すんの何すんの。うわ、なんかあったぞ。あお、あお、機敏だなお前。待って、俺どうしたらいいの。あ、なんか、なんだかなった、こうか。よいしょよいしょ、何これ、今当たった俺。あいつの攻撃を受ければいいの。おお、あ、捕まった、あ、捕まった。あ、そうか、ボールやから、猫でボールやから、ボールに飛びついてきたやつそういうことなんか一応。あ、分かってこい。よいしょ、オッケー、何とか回避した。猫、はい、ビシーンあー、かわいそうになんか。あー、鼻取れたん、なんで鼻取れたん。おい、何もしてんね鼻おお、どうしたどうした。言うて、あら、あら、ちっちゃいちっちゃい、なんか顎ものすごい長いねよ、見たらね。救急箱か、救急箱で直してあげるってことか。何やねんこれ、そう、馬にするやつじゃんか。馬がなんか反抗するからそれつけるやつやって。何やねん、どうすんねん、ほんでこれで俺は何をしたいの。俺今まででまず顔なんか狙ってもないのに、お前顔守られても、お前これろ、バーン。おお、顔からいくんか。あ、なんや、顔からいったぞ。おお、ダブルでいくんか。でもここでこうちゃうの、あれこうじゃなくて。ちょ待って、いや、バグって、いや、バグって、ちょ、バグって、ちょ、いや、やめと、バイヤー、そんなんなし。来た、ここでこうか、あれ、ほら、これ、こいつ、こいつだ。あ、ちょ、いやいや、ごめん、やめて、ごめんなさい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 。ちょ、一回顔狙ってみようか。バーンってくるやろ、ドーンの、くるくるくる回って、ドーンなって、ここか、よいしょ、当たった、当たった、当たった。あ、一応鼻やったんや、ほんまに。ほんまに鼻を狙うべきやったんな。体狙っちゃったかな。ジャンプして、バーンって回避して、さらにぐる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 、ドーンでジャンプな。はいはいはい。案外弱いな。え？ああ、やられた。気絶しちゃったんかな。閉まらねえんだよなあ。ああ、
あ、嘘やろ。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。こことかほんなんもないのにこれ開いてるやん。なんかえ、なんで俺に今そこを見させたん。ここってこと、こんなとこあったっけ。これなんなんこれ、なんか増えてますやん。あ、どうなったんだろうね。長い長い旅の最後にちょっとこうお休みしてるのかな。ん、おー、開けてくれた。あ、来た、お師匠さんや、お師匠さん来た。おお、掴まれた。なんかビューンって、お、なになに、めちゃめちゃでかない、なんかこいつ。あれ、戻ってきたってこと。あ、一番最初のとこ戻ってきた。あれ、大きなった、なんか。あ、上に来たら大きなのか。あー、こうやって戻るってこと、もしかして。ん、なんか落ちてきたぞ。おい、なんか落ちてきたぞ。何書いてんねんそれ。なんでほんでお前そんなやつ書いてんねん。おお、あ、なんや、あ、反抗しとった、反抗の試合や。うーん、いやー、なんでお前だけ力自慢やねん。おい、おかしいやろ。最弱じゃんけんほい。おお、やるやん。最弱じゃんけんほい。おお、やるやん。おお、最弱じゃんけんほい。おお、最弱、お、I have an idea。 お、 Let's have match of football。 あ、サッカーで記録をつけようって。あ、そこに岩が出てくんの。え、いきなり始まんの。何何これ、何これ。あ、いやいやいや、わからんわからんわからん。いや、何したい何したい。いやいやいや、どこ行って、あっち行ったやの俺。あっち、え、これ何、俺は前すぐここやんな、こういうことやんな。入れへんか、入れへんか。お、意外と入れるぞ。あれ、意外と弱いな。ん、思ってたよりも。これでも俺はどうやって守んの、向こうの攻撃をどうやって守んの。あ、これ青いやつ動かせる俺。青いやつ動かせる、キックできる、キックできる。ほら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 、あらあら、あかんわ、ちょタイミングを見やから。よいしょ、オッケー、よいしょ、オッケー、いいんちゃう、いいんちゃう、いいんちゃう。ほら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 、いけいけ、オッケー、ナイスナイス。コーナーキックちゃん、コーナーキックちゃん、ハマったちゃん、ハマった。ほらほら、あがしてくれた。後ろやってもた、後ろやってもた。お、浮いた浮いた浮いた、すごい。ほら、なんとか蹴って入れられへんかこれ。よいしょ、おー、やるやん、ガードする。ほら、オッケー、あが、地味やな。最後の最後でこれか。ちょっと待って、あの赤いやつが。おー、お前おちょくってんのかこっち。ほら、まだ入らへんか。ちょっと待って、ごめん、負ける気がせえへんねやけど、このままいったら。よいしょ、オッケー、いいよいいよいいよ。いや、コーナーの方に出しといて、ボール、ほら、おっしゃ、あー、防ぐやん。ボール潰してしまったらさ、あれなんじゃない、もうほぼ勝ちなんじゃない、俺がまた動かせるんじゃない。オッケー、いったいったいった、あかんか、あかんか、惜しいな。まあ、キーパー、ま、キーパー回ってんぞ、大車輪してんぞキーパーが。おっしゃ、危ない危ない危ない、ちょっと前まで前、オッケー、ナイス、前です、ナイスするパス、ナイスするパス、あかんか、防ぐね。あいつめっちゃ防いでくるやん。もうやめろよお前らで、それ入れる。オッケー、あかん、ちょっと待って、ちょっと待って、まずい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 、おいしょおいしょ、まずい。おお、何やねんお前、それ入ったんか入ってんか分からんわお前、もうかけらがよ。おお、俺これこうやっていっただけやろ、こうこうやっていっただけじゃん。これこれちょっと、ほんでここに入ったらさ、ここに入ったらほら入れんで。楽勝じゃね、これ楽勝じゃね。なんなんその喜び方、ほんでお前間違えてるで表現方法。お前ボールは、ボールどこにあんの。おい、来た、こっちだ。じゃあこの時間が長いんだってな、本当。あかん、まずいまずいまずい、うわー危ない。おー、蹴ってくれ蹴って、あかん、うおー、まっつ、あぶねー。でもどうやったんやねんこれ。よいしょ、こ、いやもう俺こ、いやこっから俺復帰できへんやないかこれ。よいしょ、あかん、わーおー、おー、え、なに、セーフ、あ、あれセーフな。こっちのボールパスの試合でもうセーフってこと。あ、入った。違う違う、お前が蹴ったんだね、お前が蹴ったんだけどな、なんか違うんだって、お前はその表現方法が間違えてる間違えてる。残り30秒あった、残り30秒あった、あかん、あー入った、くそ、マジか、入れられた。3対1になりましたね。うわ、何お前手が近く過敏か、
すごいことだったぞ今手が。お前俺ら言ったらよ、言ったらよ、フェイクや。おー、やり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 や、違うんだよな、ここが甘すぎるんだよな、お前ガバガバなんだよここが、ほら。あ、これ15秒待ってもよかったな、待ってもよかったかもな、時間稼ぐためにな。まあいいよ、最後お前にチャンスだって。俺はもうゲーター預けよう。うん、じゃあここ買ってこいよ。じゃあよいしょ、ほらこれで決めたい。よいしょ、あるあるん、おいしょ、あかんか、残り4秒、3秒、2秒、1秒、うるれ、いやいや、あ、なんか初めてボスやね、勝ったって感じがした。アトラス対ヘブンで、天国ってことかな、勝ちました。たたたたた、ふーれ、見てか見てか見てか、俺のが強いんじゃ、俺のが強いんじゃ、うーで、それはやめろ、お前。あ、シャンパンのやつや、これ F1 レーサーのやつやん、あれ。あー、なるほど、という感じで、エンディングを迎えるわけですね。なるほどですね。いやー、短い試合ではございましたけど、最後の部分は本当楽しかったですね。いや、ちょっとまあ締めるっていうのもあれですけれども、まあ、せっかくエンディングロールなんでね、このゲームシリーズいかがだったでしょうか。まあ、私もこのゲームをプレイし始めてですね、いろんな、まあ、実況されてるのかななんて思って調べてはみましたけれども、ほとんどの方は得られないですね、このゲームに関してはですね。ただまあ私は、まあ、第一感というかな、直感で楽しそうだなと思ってやってみたところ、まあ、非常に思ってるより楽しかったというのもありますし、あと今回のシリーズは冒頭からですね、なんかちょっとこうなんかムービーを入れてみたりだとか、なんかこう小ネタを挟んでみたりだとか、そういったちょっと別の部分がね、今までとは違ったシリーズの部分があったかと思いますので、そういったところもなんか楽しんでいただけたというコメントいただけたのが、私としてはとても嬉しかったですね。次回以降というか、まあ、このゲーム自体ね、一応オンラインがあってプレイはしてみましたけれども、まあ、ボイスチャットっていうんですか、もうできるのはできるんですよ。マルチでプレイしようと思えばできることはできます。ただまあそんなにね、多くの方がプレイされていないっていうのが現状でして、で、マッチメイクっていうのが難しいなっていうのはありますね。なんで、まあ、マルチに関してはしないでおこうかなとは思っているんですけれども、あれ、おー、来た、ピャ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 、シェイシェイ、あ、何これ、ワールドカップって書いてる、ワールドカップもらいました、やったよお前、ええー、なー、ワールドカップもらって、いやー、いい締まり方しますね、いい締まり方ですね、ボケで収めてくれましたね。あれですよね、まああれ負けたっていう感じにしたけれども、結果的にはまた仕事させられてるっていう感じのところですよね。いや、まあ本当に楽しかったゲームでしたね。思ったより、まあ、短いシリーズになるとは思ってたんですけれども、本当にいろんなことができて、まあ私はあんまりね、なんていうの、防衛に関してそんなにこだわらなかったんですけれども、いろんなやっぱ地力を巡らしたっていうの、地力を巡らしたようなコースの取り方もあったと思いますね。まあこれが後にまあ物理化されるとかは分からないですけれども、一応1があったみたいなんで、次はアップデートというよりは3が出るんじゃないかななんて思ってますけどね。グラフィックもとても綺麗でしたし、あと BGM もね、ところどころどこか聞いたことあるなっていう BGM も多かったですしね、私としては非常に楽しませてもらったゲームでした。本当にありがとうございました。さあ、と言いますことで、今回のロックオブエイジスと言いますか、このシリーズも最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。このゲームシリーズに関しましてはね、本当にたくさんのコメントを最初からいただいたりとか、まあ、再生もしていただいたりとかして、非常に私もね、それを見て楽しくプレイすることもできましたしですね、またコメントの中でもコメント以外でもですね、僕も私もこれ買ってやってみましたなんていう方もいらっしゃるようでしてですね、ぜひ皆様も機会があればプレイしていただければというふうに思っております。と言いますことで、ご視聴本当にありがとうございました。よろしければまた次回作もしくは違うシリーズもご覧ください。お疲れ様です。多数の要望を受け、ついに動画化決定。Thank you.
ムービー版ロックオブエイジスコント集明日公開。今ならヘンリー8世特別限定キーホルダーももらえるよ。